思います。はい、今日はパズルガム鬼滅の刃の56ピースのものをやっていきます。マリちゃんは一体何分でできるのでしょうか。はい、じゃあマリちゃんはどっちから先にやりたいですか。柱の方です。煉獄さんもあるし、みつりちゃんもいるし、むいくんもいます。あ、起きられたすごい顔してたよ、マリちゃん。あ、結構大きいんだ、1ピース1ピース。ほんとだ、こんな感じで結構ね、1ピースが大きいです。よーい、ドン。タイム測ってます。はい、タイムは関係ないタイムは関係ない。そういいじゃん、頑張って。あ、もしかしておばないさん隣にいるんだ。そうだよ、おばないくんと。ラブラブだ。マリちゃんは柱の中で誰が好き。みつりちゃん。あ、みつりちゃんね。みつちゃんの好きな柱はやっぱりみつりちゃんと煉獄さんです。だよね。うん、ママも煉獄さんがすごい好きです。おー、姫島行明さんです。はい、ね、なんかね、人気投票だと一番人気がないと言われているんですけど、ママは姫島行明さん大好きです。私も大好き。ね、柱のパズル出来上がりでーす。イエーイ。次はマリちゃん、この炭治郎と禰豆子のパズルにチャレンジします。はい。あー、これをほんと2色しかないね。緑とピンクしかないね。緑とピンクしかない。あと紫ね。僕は君を思うだろう、強くなりたい、胸が痛くない。次、禰豆子の髪の毛に入りました。はい、すごい、ちゃんと周りからやれてます。よし、周り終わった。フレーム、うん、フレーム OK。 あとは炭治郎の顔、はい、ただいま15分半です。15分30秒。15分も経ってたんだ。そうだよ、結構おしゃべりしながらだからね。こうだ。はい、禰豆子が来ました。禰豆子の帯出てきたね。はい、チュンチュンしか言わない。おそらくこれはチュン太郎だと思うけど、チュン太郎。チュン太郎だよ。ねえ、なんかやってるじゃん。すごいね。前日はいないけど、チュン太郎だけいます。面白いね。チュンチュンしか言わないんで。そう。かわいい禰豆子出てきました。すごいすごい。もうちょっとでできるんじゃない？うん、もうちょっとでできるよ。今何分でしょうか？19分です。おお。今19分26秒です。おお。はい、終わったー。あー、終わったー。すごい、マリちゃん。上手にできました。はい。タイムを発表します。はい。19分31秒でした。よし。こんな感じでーす。ほら。いい。ねえ、とってもかっこいい柱たちと、禰豆子と炭治郎でーす。すごいねー、はい。これは飾っておきたいねー。ということで、まいちゃん、今日パズルどうでしたか。楽しかったです。難しくなかった。うん、難しくなかった、簡単だった。はい、じゃあご褒美にガムを食べます。イエーイ。はい、いいよ、いただきます。いただきます。いただきます。はい、いただきます。まいちゃんは前歯が抜けました、最近。はい、ね、自分でなんか抜いた。抜いたんだよね。ということで、今日は楽しいパズルガムを2